日本鹿児島県日置市移住院長病園寺移住院長病園寺は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡移住院長病園寺1丁目から、病園寺3丁目。郵便番号は899-2503。人口は5952人。世帯数は2085世帯。日置市の北部の丘陵地に位置している、新興住宅地である。阿佐駅の北方は、 移住院長桑畑、移住院長下神殿、北方から西方にかけては移住院長野田、南方は移住院長徳重、南方から東方にかけては移住院長群、西方には移住院長寺脇が接している。移住院長妙園寺一丁目から三丁目までの全域は妙園寺団地として、 給料地に造成された新興住宅地であり、1988年までに面積150万平方メートル、約2800個が鹿児島県住宅供給公社によって分譲された。教育施設は中央部に日置市立明園寺小学校がある。また、東端には鹿児島県道304号線名移住院線が南北に通っている。 1979年10月8日に、病園寺団地の区域にあたる区域において、大技が設置され、大技軍の内技、伊達野、宇都兵、中坂、文亀、船床、原、木原挟間、ま、中木元、木原の原、大技徳重の内技西原、内尾坂、一本松、大紀元、鬼が瀬戸、長坂、平原の上、大技野田の内技 小堀、東原、大技下神殿の内技お見取りの各一部より、明園寺一丁目、大技、徳茂の内技後の佐古、小銀元、今平ら、西原、長佐古、崩壊、平原、大技の田の内技、栄宇と、中佐古、下半、再筆、小堀、東原、川地さん、西原の各一部より、明園寺二丁目、大技、徳茂の内技一本松。 大座の田の内東原、川地山、大座下神殿の内あざおみとり、大技桑畑の内、あざといが、松が、佐古、桑座この各一部より、妙園寺三丁目がそれぞれ設置された ?2001 年に妙園寺三丁目あざい照らしたが、下神殿あざおみとりの一部となった。2005年5月1日に、移住院長が、日置郡吹上町、東市木町、 日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である、日置中央合併協議会において、大技穴については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する。と協定され、 九丁名である移住委院長を従前の大技名に関することとなった。合併日の2005年5月1日に鹿児島県の告示である寺の名称の変更が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、病院寺一丁目は移住委院長病院寺一丁目、病院寺二丁目は移住委院長病院寺二丁目、 病園寺3丁目は、移住委員長病園寺3丁目にそれぞれ解消された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。日置市立病園寺小学校、病園寺団地郵便局市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。